東京エレクトロン、これはどういう事業を手がけている会社なんでしょうか、まあ、あの基本的にはですね、えー、半導体半導体を作るための,あの装置を販売しているとそ、えー、作る装置の販売あとサービス事業ですね、うん、アフターサービス含めて、まあ、そのようなことをあのメインとしております。うん 世界で四つ五つ強い会社があるわけなんですけれども、そのうちの一社ということになります。はい、日本においてもかなりまあ御社はかなり競争力を持っているんですね。はい。まああのおかげさまで、えー、まあ当社の技術強みが生かされて。 継続的な技術革新が期待でき市場が大きいところをターゲット市場としておりまして、まあ、その辺のところからあの当社はこちらの方に書いてありますあの10個の製品ラインナップを持っております。 あの半導体の製造においてはあのデポジションそれからリソグラフィーエッチングそれから洗浄関係あとテストというようなあの工程があるわけなんですけれども、えーまあ、こういったところに約10本の柱を持っているといったのが東京リクトの特徴でもあります。単にこの一言で製造装置と言っても いろんな工程があってそれぞれの機械製造装置を手がけてらっしゃるということですかそうですね全ての例えば塗布現像だとか洗浄装置プラズマエッチング装置、はい、ガスでのエッチング装置拡散炉とかこういう工程があるんですけれども、はいはい、これら全てにおける世界のシェアが1位か2位であるというのは、はい、あのという状況でございます。 で中でもこの「塗布現像」ということで、まあ、あのいわゆるパターニングを作る時の,あの、まあ、要するにリソグラフィーという工程非常に重要なんですけれどもそこのリソグラフィー露光装置にくっつく、まあ、あの現像液を塗るような装置というふうに、まあ、理解していただければいいんですけれども、まあ、そこのシェアが 世界で90で最先端のエリアでは100、えー、シェアを持ってると,、まあいうことですね、あとはさまざまな工程を一生懸命さまざまな工程を通っていくわけなんですけれどもそこでの全てのシェアが1位か2位ということで、まあ、あの最先端の半導体で当初の装置を通らない。 半導体が世の中にないと言っても過言ではないとまあいうふうに認識しています。累積の世界出荷台数今まで9万1千台ぐらい装置を出荷しておりましてこちらの方も世界ナンバーワンとまあいうような特徴を持っています。日本の装置メーカーのシェアというのはまあ30%ぐらいあってでえっとあと半導体を作るために あのシリコンウェアとかあーそれとかあと半導体の材料系のガスだとかですね、まあ、そういうようなところではシェアあんですよね、まあ、これはあの日本の要するに価値というかあのサプライチェーンの強さというかこれは一つ重要なポイントだというのはもう間違いないですね。はいはい、最近こう新たな取り組みというかですね今重力分野とかってのあったりするんですか まああのもう一個特徴がありますのが、うん、あの知的財産の分野で非常に外部機関より高い評価をいただいているということですねあのクラリベート社旧トムソン・ロイターさんのトップ100やグローバル・イノベーター2023年に選定されました。 またレクシス・ネクシスさんのイノベーション・モメンタム2023ザ・グローバル・トップ100に選ばれていることだとか、まあ、パテントリザルト社これ日本のパテントリザルト社の方からですね半導体製造装置特急出の規模ランキング3年連続世界1位というような状況になっておりますがこの背景にありますのが次のページお願いします。 あのこちらが特許登録,登録特許維持件数の2023年今月末現在のものなんですけれども東京エレクトロンの特許登録の維持している件数は2万2,000件ということでこれはグローバルで見てもかなり競争力があるということでナンバーワンといったところですね。 環境に対してです、ね、あの力を入れない企業としてのです、ね、成長はないということで、まあ、あの半導体の製造技術だけではなくてです、ね、グローバルのリーディングカンパニーとして環境保全に向けて力を入れていきたいというふうに考えている次第です。で そこに向けてですねあの、e、これは一つはまず半導体の要するにデバイスの高性能化とそれから低消費電力化に一生懸命取り組むことそれからこの半導体を作る装置ですね えそのまあ半導体の技術革新に貢献するというそういう装置を入れていくそれからその装置そのもの,のが稼働しているときに環境負荷が少ない稼働時に環境負荷が少ない装置を作っていこうとまあいうことそれからその事業活動において環境負荷の低減例えばあのトラックからですねあの電車に変えるだとか。 あと昨年当社4つの大きな工場があるんですけれどもその4つの工場において全て再生可能エネルギー使用率100%を昨年達成いたしましたのでこういうような取り組みを行っております。 それから最近ではです、ね、やっぱり地球環境に影響するような材料を極力削減していきたいということがございますのでこういった取り組みをです、ね、我々のパートナー企業仕入れ先様をはじめとするパートナー企業全体でですね まあこういう環境負荷低減に向けた取り組みを行っていこうということで、まあ、e コンパスというイニシアチブを立ち上げてサプライチェーン全体で取り組んでいくということの取り組みを行っているということです。で少し話が長くなりますけれども次のページお願いします。 まず一つ目が、えー、真のグローバルエクセレントカンパニーを目指してまずはワールドクラスの営業利益率と30%以上の ROE を創出していきたいなと、まあ、いうことそれからあの未来に向けてはですねセーフティークオリティコンプライアンス そしてエンンゲージメントあと情報セキュリティ等々あのリスクマネジメントが重要なんですけれどもこれはあの一見守りというふうに言われているんですけれどもここをしっかり磨いて、えー、強みにしていきたいと、まあ、いうことで攻めと攻めのガバナンスというふうに当社では呼んでおりまして。まああのお一昨年 あの日本取締役協会があまあ要するに掲げるまああのーコーポレートガバナンスオブザイヤーのまあ対象に選ばれたわけなんですけれども、まあこれをしっかりやっていきたいなというふうに考えております。で、このワールドクラスの営業利益率とおー30%以上の ROE。 に向けてのターゲットが中期経営計画として掲げているわけなんですけれどもこれは2027年度までに売上高3兆円以上営業利益率35%以上 ROE30% 以上ということを目指しているわけなんですけれどもまああの売上高3兆円以上で 営業利益率35%以上というものはですね東京,あの東京プライム市場においてもですね、まあ、なかなかないようなターゲットだと思いますのでここを一つ直近のターゲットにしていきたいなというふうに取り組んでいるということでございます。でこれを実現するために3つの重要なポイントがあって 研究開発投資、これはもう非常に将来への成長投資は掲げないとあの欠かせないということで今後5年間で1.5兆円の研究開発投資を行っていく。そして